女心と秋の空、壮絶な男たちの戦いの場、富士スピードウェイの上空は天候を一変させる怪しげな雲が広がりました。ドライバーも、そして詰めかけた大観衆も、雨よ水を差すなと祈るばかり。大一番フォーミュラ日本富士ファイナル、日本一高い富士山の裾野で日本一速い男が決まります。その初代チャンピオンの行方は3人に絞られました。トップのラルフ・シューマッハが40ポイント、2位服部38ポイント、3位星野31ポイントなんですが、ポイントリーダーのラルフ・シューマッハがなんと、熊倉さん、はい、9番手スタートです。そうですよね、 F1 もそうだったんですけどね、フォーミュラ日本もシリーズチャンピオンめぐってのチームメイト同士の争いがね、とうとう最終戦にもつれ込んできましたよね、はい、でもこのポイントリーダーの、せっかくポイントリーダーのシューマッハなんですけど、昨日予選で車がどうしても煮詰まらずに結局9位に終わってしまいましたよね。そうですね、まあ、このポジションからでもね、挽回は可能です、はい、それにまあ来年 F1 に手土産持っていくためにもね、どうしてもシリーズチャンピオン欲しいところですよね。そうですね、そして一方服部の方なんですけどね、服部はね、富士強いんですよ、とてもサーキットと相性がいいんですね、はい、それからまあ最終戦に強いジンクスみたいなものもどうもあるようなんですね、だから実際にはね、シューマッハとの2ポイント差っていうのはゼロに等しい互角ですね。そうですか、ただ予選とね、スペシャルステージちょっと余裕持ちすぎてね、3番手に終わってしまったんですけれどもね、悪いポジションじゃないし、やはりどうせなら優勝で文句なく決めたいところでしょうね。そうですね、そしてポールはなんと5年ぶり10回目、元祖日本一速い男星野、地元でやってくれました。いや、予選もね、スペシャルステージも何と言いますか、見事というかね、さすがというか、とにかく心身ともに充実して、はい、車もそれに見合った仕上がりになってますよね、まあ、これほど若手の勢いが盛り上がっているのにね、最終タイムアタックでね、きっちり決めてポールポジション取っちゃいましたからね、はい、まあ、フォーミュラ日本の最年長49歳なんていう年齢感じさせないですね。そうですね、だけど、豊富な経験は光ってますよね。はい、昨日もピットに戻ってきた時にはカメラのフラッシュ、そして拍手の嵐でした。星野本人も本当に嬉しそうでした。まあ、今も観客のですね、スタンドの観客の皆さんもポール決めた時に拍手、そして今ピットに入る時も大拍手でした。うん、そうですね、もう本当に応援してくれて、あれ頑張らなくちゃね、まあ、マイレースマイレース思い切りやるからね、あの結果いろいろ左右するけど、悔いはないようにね、思い切りやればね、みんな喜んでくれると思うし、自分自身も納得いくしね。その星野も9ポイント差ながらチャンピオンの可能性があります。ラルフ服部の姿がなくなって、優勝ならば逆転チャンピオンになるんですね。そうですね、まあ、フレッシュな、ね、若者の姿を見るのも、まあ、もちろん楽しいですけどもね、はい、まあ、なんと申しましょうか、その星野一義は私たち、おじさん世代ですか、おじさん世代のですね、鏡というか希望の星なんですよね、はい、だから今日私解説者なんだけど、個人的にはちょっと応援したい気がしますね。はい、大いにこの星野一義にエールを送りたいと思います。今シーズン沸かせた高木、中野、服部、ラルフ、そしてマッチ、泣いても笑ってもこれが96年最後のレースです。それぞれがそれぞれのベストレースに虎視眈々、来シーズンにもつながる重要な富士ファイナル。それでは注目のスターティンググリッドをご紹介しましょう。星野超えずして栄光なし、なんと5年ぶりお見事ポールは星野一義。やったぞ元山、アグリオーナー思わずにっこい、初のフロントローをゲット。臨戦態勢整って、さあチャンピオンロード、服部3番手から。苦しみながらの4番手は高木虎之介、世界に向け見せるか炎のロケットスタート。2位はもういい、狙うは優勝、戦いの場さらに上に見て5番手中野慎二。富士の舞台に台風の目現る、暴れろ光貞6番手。45戦目笑顔の表彰台、見たいぞ金井慎7番手。真の復活まであと一歩、心優しきガッツマン黒沢拓也8番手。フォーミュラ日本ラストラン9番手から、届くかタイトル、ラルフ・シューマッハ。94年の強さは忘れはしまい、あの光を今一度、アピチェラ10番手。11番手に収まるも、ごぼう抜きならお任せあれ、富士に強いノルベルト・フォンタナ。ここ2戦シングルフィニッシュ、らしさが見えたぞ、12番手影山雅彦。シリーズ終盤やっと笑顔、老快な走りでラストを飾れ、鈴木敏夫13番手。富士2戦いずれも入賞、ペドロ・デラロサ不本意な14番手。不本意といえばこの人も同じ、過去ここで4勝、誇りを胸に15番手からアンドリュー・ギルバート・スコット。2年目のジンクスか、納得いかぬこの1年、来年へつなげ、山本16番手。開幕2戦あのパフォーマンスを思い出せ、神奈川クリニックステラミハイル・クルム17番手。今シーズン2位表彰台の経験、自信をつけてアドバンのエース影山雅美18番手。いつもハートはチャレンジャー、志高く19番手は近藤雅彦。
20番手は朝日光スポーツの川本敦史。今も変わらぬ走りへの情熱、アールブリアンガルウィング岡田秀樹21番手、同じくアールブリアンガルウィング田島英一22番手。予選クラッシュ痛みをこらえ23番手から羽根幸寛、ルーキーシーズン最後の走りパルチェッカーズ大西太一郎24番手。富士の2000はいずれもリタイア、まずは完走玉中哲司25番手、そしてしんがりから3度目の決勝進出山田正雄、以上26台によって争われます。30分前のウォームアップ走行の時よりもさらに上空はどんよりと曇ってまいりました。26台が決勝進出を果たしましたが、22番グリッド田島英一がウォームアップ走行中スピン、そして25番グリッドの、玉中が予選でクラッシュということで、このフォーメーションラップ24台によってスタートすることになります。今グリーンフラッグが打ち振られました。24台が今このホームストレートを離れていきます。青いマシン星野、5年ぶりのポールポジション、堂々と23台を従えて第1コーナーにこれから向かおうというところ。果たして全くわからないこの気象の変化、そんな中どんなレースになっていくんでありましょうか。それでは最終戦の場、富士スピードウェイをご紹介していきましょう。全長が 4.47 キロ、これを45ラップ、 201.15 キロによって争われます。大観衆が見つめるグランドスタンド前ホームストレートはハイスピードサーキットを象徴する 1.75 キロ、ストレートエンドのブレーキング勝負は圧巻です。さて熊倉さん、はい、この富士ファイナルなんですが、先週1週間前に F1 日本グランプリが行われたこともありまして、ピットには F1 ドライバーも何人か見られましたね。そうですね、ミカサロとか、ね、姿を見かけましたけれども、はい、今日出ているドライバーの中にもね、例えばライルフ・シューマッハは来年、ジョーダン・プジョーのドライブ決まって F1 デビューですね、はい、他にも高木虎之介、中野真嗣あたりにどうも噂が濃厚になりそうですよね。そうですね、今やなんか F1 に最も近いカテゴリーになってしまったという感じがしますけどね。そうですね、何か F1 の匂いさえもしてくるような感があります。さて、ピット上に高橋さんがいるんですが、高橋さん、なんか雲行きが本当に怪しくなってきましたね。朝からですね、全てのチームが気にかかってですね、雨ですね、はい、とうとう落ちてきましたね。落ちてきましたか、はい、現在ですね、路面上はですね濡れてるっていうことで、あと元山がコースオーバーランしちゃったな。すぐ戻ってきましたけど、はい、修正しました。お願いします。完全に濡れてるわけじゃないんですけどね、時折ですねちょっとね雨足も強まるんですよ。現在ですね全車スリックに出てますが、はい、ピット前ではですね、全チームもういつ入ってきてもいいようにですねレインタイヤ、そしてインターミディエートのタイヤを用意してますね。動いてますね、はい、はい、ですからねちょっとこの辺分かんないですね。そうですか、若干雲は流れてるんですけどね、これがかなり変化するんですよ。はい、はい、という高橋さんのリポートでしたが、熊倉さん、これ予断を許さない気象状況になってきましたね。そうですね、今も元山がちょっとね、ダンロップコーナーの出口で、車が滑って、はい、コース外にはみ出しかけましたけどね。まあこれではタイヤが温まるまで相当時間もかかりますでしょうし、スタートでも何かハプニングがある感がありますよね。結構こうやって見るとタイヤも濡れてるように見えなくもないですね。そうですね、でもまだね、こういうほんのり湿ったぐらいだとね、しっとり湿ったぐらいだと当然スリックタイヤです。鈴木さん、はい、そしてですねウォームアップ中にですね田島のマシンですが、メインドライブシャフトが折れてですね、はい、出走を取りやめましたね。断念ですね。そして玉中のマシンなんですが、はい、まだ作業中でですねグリッドについてません。そうですか、ちょっと玉中も厳しい状況になってまいりました。さあこの立ち上がりからまずこの気象条件からの変化で何かが起こりそうなこの富士ファイナルであります。23台を従えてポールポジションは星野、精一杯走りたいんだ、星野は言い切りました。青いマシン、そしてスタートはやや苦手という本山、1コーナーの飛び込みはいかに。さあ気楽な気持ちで勝ちに行きますよ。服部直樹は真のその勝利という言葉をもぎ取りますか。そして火花バチバチ、世界を見る高木虎之介、中野真嗣、2人ともスタートは得意です。さあどんな争いを演じるのか。5列目からはラルフの猛追撃、まもなく開演となります。初代チャンピオンはラルフなのか、服部なのか、それとも星野なのか。3人に中野が、高木が、若き力がどう絡んでくるのか。全く予断を許さぬ大一番、新生フォーミュラ日本富士ファイナル、富士の裾野に響けエキゾーストノート。レッドシグナルから今ぐり帰りました。スタート、さあスタートはどうか。星野が行きました。そして服部がいいスタートを見せている。中野が内から行った、星野が行く、星野、そして中野が2番手、服部3番手がちょっと遅れているのは、高木虎之介がタイヤスモーク上がっている。高木、クラッシュ。
沈めんだ。そしてフナイツバーグリー、あー次々と次々と大クラッシュ、うわーバラバラになっている。あーこれはネクストジャパンチームの番粉々になっています。うわーこれは大ハプニング。そしてクロスアップが待っている。赤旗出ました。赤旗中断、大ハプニング。雨も降ろうかという気象状況の中、1コーナー飛び込んだ後にこの悲惨な出来事が待っておりました。うわーこれはすごい。これは服部でしょうか、ラルフでしょうか。服部ですね。服部ですね、いやーこれは1コーナーから2コーナーにかけて大きくタイヤスモークが上がりましたが、その直後でした。いやーこちらは X ジャパンチームルマン、服部のマシンこのようになっている。いやーこれはとんでもない富士ファイナルになりました。先ほどの注目のスタートなんですが、星野がいいスタート、そして中野がインをついて前を行く服部をかわしていきました。ここまでは順調だったんです。さあそして1コーナーこのようにタイヤスモークが上がる、横に広がってまずペドロ・デラロサがスピン、そしてその後ろ、その前に行った服部直樹、黒いマシンも止まっている。次々にマシンが粉々に砕け散りました。うーんこれは熊倉さん、一体これは何が起こったんでしょう。タイヤがね温まりきってない状態で2コーナーでですね、誰か1台ちょっとまだここから分かりませんけどね、コントロール失ったところに次々に、当たったという形ですね。そうですね、ですからこの第1コーナーへのアプローチでのクラッシュと、はい、それからあの第2コーナーでのクラッシュとは全く別物ですね。二重に起きてしまったこの大クラッシュ。1コーナー目の前でスピンが起こったんですか。いやそれはそのまま外に行ったからね、星野さんは。でその後内側でちょこちょこっと接触とか、まあ路面があんなんだったからね、なんかあると思ったら自分がど真ん中にいた。1コーナーは特に滑りやすかったっていう、雨が多かったみたいな感じですか。いやいや全部、もう見た目より全然ね滑って、フォーメーションから本山も飛び出しかけちゃったりね、いろいろあって、まあそれ考えてね行ったつもりなんだけどね、まあちょっと混戦の時にやっちゃったって感じですね。服部直樹がよもやの姿を消すという悲惨な、まず第1幕。それからですね、はい、スタートフロントローを締めてたんですけれども、やはり失敗して後ろの方に一旦後退してしまった本山も巻き込まれてますね。そうですか、はい、本山もリタイアですね、このまま。満を持してという本山だったんですが。本山選手です。どういう状況でした。1コーナーの時服部選手と誰かが当たったみたいで、まあ、その影響をもらって多少ダメージ。いやもう僕のはもう壁に激突してアームも足も取れ、タイヤも取れて終わりですね。まあねこれもレースだからしょうがないですね。来年頑張ります。どうも。Lau, maybe you sorted everything. I'm not sure yet. I mean, I think there will be a restart.I don't understand why, because Fuji in the rain is very dangerous. We saw now, normally the start shouldn't happen because it was too slippery. And we will see now a better chance for me because Hattori's problem. Shame for Hattori. I think he has to restart out of the pits now. Anyway, we'll see. Thanks. 優勝候補の一角、この服部が自らのマシン必死の修正を図っている前で心配そうな表情を見せています。さあ果たして再スタートに間に合うんでしょうか。二郎さんどうなんでしょう。現在ですね、壊れた部品をですねパーツを交換して今組み付けをしているわけなんですけどね、はい。パーツここはですね、特にそのルマンチームはですねレイナードの輸入代理店もしますからパーツ豊富だと思うんで、あと組み付けだけであれば、10分かかるかかからないかで、終わると思うんですが、その後のですねアライメント調整等はですねちょっと無理そうですよね。あなるほど、かなり、覚悟で行かなくてはいけないという状況。まあしかし祈るような思いで自らのマシンをじっと見つめる服部直樹、果たして再スタート間に合うんでしょうか。スタートすれば
誰も力を貸してはくれない。信じられるもの、それは自分自身だ。体力はその瞬間のためにある。走り続ける力、ビタミンとカルシウムが一つになった新ポポン S 錠。アグリデルーガを選ぶ。ビデオ CD、 カラオケ、カーナビ、テレビ、いつでもどこでもマルチな機能がこれ一台。携帯マルチメディアデルーガミニ新登場。つないから。ご覧の通り激しい雨が降っています。路面はすっかり濡れました。赤旗中段から再び再スタートということになります。ポールポジションは星野、しかしその横をご覧ください、元山がいません。先ほどの多重クラッシュで元山はこの再スタートできません。そして驚くこの24番服部直樹があの短時間で見事に修正してこの再スタート間に合いました。さあ再びこの2回目のスタートでどういったことになるんでしょうか。フォーメーションラップにかかるマシンです。整理しておきますと元山、そして光貞、岡田が出られません。これで21台になりました。そして、1回目のスタートで玉中が出なかったんですが、この2回目のスタート間に合いまして全部で22台というスタートになります。さて玉川さん、はい、まあ、先ほどとはご覧の通り状況大きく変わって大変なことになりました。そうですね、もう完全に本格的な雨、まあ、ほとんどの車がヘビーレインタイヤを装着する状態になりましたね。はい、はい、そしてまず驚いたことはあれほどすごい、衝撃を受けた服部がよく立ち直ってきました。さっきのクラッシュの時にですね、はい、望遠レンズでこちらから見た時にはね、相当ひどい損傷に見えたんですけれども、はい、まあ本当にこう破片が飛び散ったのはこうプラスチックのカウル部分だったんですね。で本体の部分の損傷はそれほどひどくなかった、はい、まあ、ステアリング系とフロントサスペンションあたりを、部品を交換することによって、まあ、短時間で修理が可能になりましたね。そうですね、服部としては本当に命拾いですよね。はい、先ほどのこれが 1,2 コーナーでの多重クラッシュということで、服部がかなりの打撃をここですね、受けたと思ったんですが、見事に修正を図りましてなんとかこの2回目の再スタート間に合ったという状況になっています。そして熊倉さん、はい、当然のことながらこの雨のタイヤになってくるわけなんですが、はい、高木虎之介が他のマシンと一つ違うということになってますね。そうですね、軽い雨用 のインターミディエートタイヤをつけてちょっとギャンブルに出てますね。はい、それで先ほどはですねオープニングラップ、つまり2周未満で赤旗中段に事故のためなりましたので、はい、それはルール上なかったことになります。ですから、はい、この再スタートは全部ガソリンも入れ直して当初の予定通り45周のレースで戦われることになりますね。なるほど、まあ、やはり一番の競技だった星野、そして服部、ラルフ・シューマッハの優勝争い、また再び服部復帰したことでまた面白くなってきそうですね。そうですね、まあこういう不運に見舞われたドライバーがね、こうやって今度はなんとかもう一回グリッドにたどり着いた場合、今度は思わぬ幸運に見舞われるっていうジンクスが結構あるんですね、レース界には。はい、さあその幸運に見舞われることが服部になりますでしょうか。なんとか間に合いました服部、非常に不安な様子でガレージで自らのマシンを心配そうに見つめていました。そしてなんとか間に合いました。そしてラルフは9番手からライバル服部が復帰しました。再び三つどもえの争い第2ラウンドということになります。鈴木さん、はいはい、三つ定はちゃんとグリッドについてます。あ、そうですか、はい、三つ定もどうやら復帰を果たしました。一方で、このレインのために特別のフリー走行セッションが設けられましたね、はい、その間にコースアウトしてしまった山本と羽根が今度は、この2回目のスタートのグリッドにつけてないようですね。そうですね、はい、ピットスタートですね、ピットで待機中です。はい、わかりました。山本はピットで待機という状況、羽根も今ガレージから外に出てきました。ピットスタートということになります。さあ先ほどはとんでもないスタートでした。星野が2コーナーでスピン、それに巻き込まれたマシンがそれぞれにマシンを止めました。さあ今度2回目のスタートはどうでしょうか。ポールポジションは星野、そして本山、初のフロントローだったんですがそこに姿はありません。そして復帰した服部直樹、間に合いました。さあ再びこの服部の走り、そして唯一タイヤが違うこの高木虎之介、
奇襲戦法なりますか。ラルフ・シューマッハは9番手から、先ほどはそのハプニングに巻き込まれはしませんでした、ラッキーでしたが、さあ2回目の再スタートということになります。レッドシグナルから2回目の注目のスタート、さあゆっくりとしたスタート、グランにまず星野が行きました、左右に揺れましたが、外から高木と虎之助、さらにアウトに持ち出した服部も行っています。さあ高木がいいスタート、そして2番手星野、3番手に服部直樹、どうやらアウトからかぶせていった、高木虎之助がまず1コーナートップで入っていきました。高木虎之助、星野、そして服部直樹、さらに4番手には中野真嗣がつけていますが、あっと船井スーパーアグリのマシンがスローダウンしていますが大丈夫でしょうか。さあそしてサントリーコーナー、一度後方になった星野が再び高木を蒸し返していくという、この2台の争いが見えています。高木はね、はい、目の前の本山が、スタートダメになりましたんでね、はい、目の前開けたんでスタートやりやすかったですね。そうですね、ですからあの2列目から星野をかわしてトップに出たんですが、はい、インターミディエートタイヤ、要するに軽い雨用のタイヤなんで、ちょっとそれには水が多すぎてグリップしなかったですね。はい、あっと1台スローダウンをしているが、ラルフ・シューマッハか、再びスタートしていったが、この辺りラルフが立ち遅れました。いやー大きくこの雨の影響、熊倉さん、このオープニングラックから見えてますね。そうですね、あのやはりね、こういう雨だと先頭に立つのは圧倒的に有利なんですね。やはり視界が遮られますのでね、後ろは、はい、はい、で今高木の後ろであの後続車がちょっと抜きあぐねてますね、水しぶきの中で、その間に星野がどん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 先行してますね。高木やっぱりペース上がりません。そうですね、はい、差がどんどん開いて、先ほどなんとかスローダウン仕掛けたんですが、再びまた戻ってまいりました。そして一旦コースアウト、これはノルベルト・フォンタナだ、こちらも再び戻りましたが、うー危ない危ない、そこかしこで、うーかなりマシン、あーここもマシンを止めている。これはまたオープニングラップからミハエル・クルムです。クルムがマシンを止めてすでに外に出ています。そんなオープニングラップを制したのは星野和義でありました。そしてホームストレート、高木を今度はインから刺していく、服部直樹が2番手進出、3番手高木虎之助落ちました。高木はね、はい、途中でレースの途中で雨が止んで、コースが生乾き状態になってくることにかけてるわけですね。なるほど、はい、と言いますと今の現状からいくと大変苦しい状況を粘るという高木の走りになるわけですね。それまで慎重にあの自分があの滑って飛び出せないように注意しながら耐えるしかないですね。これはまさに一か八かの一発勝負ということになりますね。まあこの雨にかけるね、雨というか雨と晴れの変化にかけるという戦法で今年の第5戦鈴鹿ではこの圧勝してますんでね、まあそれも一つの手だと思いますけれどもね。はい、さあ星野が一気にこの2番手以降を引き離しにすでにかかっています。その優勝争い三つどもえ、星野和義がポールポジションから一旦は高木にかわされたんですが、オープニングラップ再びトップに立って2番手の差をご覧の通り大きく大きく広げようとしています。2番手は服部直樹、3番手が高木ですが、その後方から中野真嗣が攻め入っています。この辺りさすがに苦しい高木虎之助、あーそして一旦コースアウト、再び戻ったのは大西大一郎ですね。大西ですね、ヘアピンであります。この辺りもやはりステアリングが厳しい状態、サイドバイサイド、アウトからアウトから一気にホームストレート手前、高木虎之助を捉えたのは中野真嗣、中野真嗣が3番手進出、高木虎之助ずるずる交代、これで4番手。このタイヤの選択が もちろん今の状況では高木苦しいんですが、この序盤でのこうオーバーテイク苦しいですね。いやでもね、はい、とにかくこれぐらいあのコーナーのグリップ力に差があると高木としてはね、日頃のスピードセンスを生かすも何もないですね。そうですね、もう今この雨の状態ではインターミディエートタイヤでは、抜かれるがままになってしまいますね。鈴木さん、はいはい、トップのですね星野が通過してる、通過して多少ですね水の厚いところでも赤フライングが起こりますね。そうですか、エンジン音が一回フワンと上がるのを調整しながらあのストレートを下ってるっていうところですね。なるほど、かなり雨の影響が大きくマシンにも響いています。さあ今のところ3周目に入っていますが、注目のラルフ・シューマッハはあーっと順位を落としています。現在10番手がラルフ・シューマッハ、トップは星野、そして2番手が服部、この三つどもえの争いは現在星野が一歩大きくリードしています。シューマッハも非常に慎重にね、はい、今コースを観察しながら走っている状態ですね。なぜかというと、はい、シューマッハ今年が日本に来て1年目ですよね。そうですね、で今年はあの今まで
みんなの心掛けが良かったためにフォーミュラ日本全シリーズ非常に天候に恵まれてました。確かにそうです、はい、ああコースアウト自体だ、うん、ダンロップの入れ口、これは三ツ貞、三ツ貞がコースアウト、うーしかし自力で復帰ができるか、三ツ貞がダンロップの入れ口、あー出口の方にぐるっと回って、あーそしてラルフ・シューマッハスピン、ラルフがスピン、今あの言いかけたとこだったのにね、はい、これほどのひどい雨の富士スピードウェイは彼は今日が初めてなんですよ。そうなりますね、はい、でやっぱり富士の雨、それから富士 の水の溜まり方特殊ですから、あーステアリングを止めた、ラルフ・シューマッハがマシンを降りる、なんとこの2回目のスタート早々と優勝候補のヒット、ラルフ・シューマッハがマシンを降ります。うーん、今まで今熊倉さんがおっしゃっていたこのフォーミュラ日本過去9戦ドライの状態が続いておりました。そして初めて体験するこの富士のこの雨の中のレース、ラルフ・シューマッハ無情にもマシンを降りました。いやー熊倉さん、これで優勝争いまた分からなくなりました。ただね鈴木さんね、はい、まだラルフ・シューマッハチャンピオンの可能性これでも残ってるんですよ。そうですね、はい、これで、最終的にですね服部が5位以下で星野が優勝しなかった場合は、はい、やはりラルフ・シューマッハが、チャンピオンになるわけですね。はい、今表が出ておりますが、もうすでにラルフ・シューマッハは7位以下得点なしということで現状の40ポイントということで、服部が5番手以下、そして星野が優勝しなければラルフの優勝と、まあ、他力本願的にはなるんですが、まだ優勝の可能性を残しているシューマッハ。しかしこのリタイアは大きな大きな優勝への妨げになります。先ほどのシーン、ダンロップ出口のところ、あっとこれは金石に当たってご覧の通りマシンを止めました。スピンしてあの向きの星野がピットイン、これはどうしたことか、星野がトップを走っていた星野がピットインだ、大変なことが続々と続く、あ思いっきり何かを捨てた、ラルフに続いて優勝候補の星野がピットインであります。どうしたか、いやこれは波乱続く、あステアリングを投げ捨てた、怒りのステアリングの投げ捨て、星野レースを終えました。ラルフに続いて星野のマシンに投げ、あっとヘルメットを叩き落とす、ラルフに続いて優勝候補星野マシンを、無情にもマシンを降りました。その矢先、今度はトップを走っていた星野一義のマシンに異常発生、ピットに入ってそのままステアリングを投げ捨て、ヘルメットを投げ捨てました。熊倉さん、はい、熊倉さんがスタート前におっしゃっていた、はい、ラッキーにつながるという服部の位置、まさに今これの状況になってますね、まあ理論上じゃないんですけれどもね、そういうことが今までしばしばレース界ではあったということですね。それが再びなんとなく起こりかけてますね。そうですね、ただね、はい、今ピットインしてきて、まあ、マシントラブルちょっとまだ詳細は分かりませんけどね、はい、ヘルメットを叩きつけた星野の姿、はい、これはあの星野が、まあ、その若くて本当にこう上り坂だった頃のですね、ギラギラしてた頃の星野の、行動パターンですね。そうですね、鈴木さん、はい、クラッチトラブルですね。クラッチトラブル、いい形で初日予選5年ぶりのポールを獲得し、笑顔、そして周りから拍手を受けてこの決勝に進出した星野一義ではありましたが、なんとも無情なマシントラブル、早々とレースを終え、そしてこのラルフ・シューマッハもダンロップの出口 スピンということになりました。この優勝候補の2人が早々と姿を消しています。となりますと、先ほど表を皆さんにもご覧いただきましたが、この服部直樹の優勝の可能性というのは、まあ、ラルフ・シューマッハがこれで対象になるんですが、熊倉さん、これ4位以上を獲得すれば優勝と。そうです、ですから服部はですね、マシントラブルに気をつけて、あるいはそのアクシデントを起こさないように慎重にですね、はい、周回こなしていって、手堅く4位以内に入りさえすればシリーズチャンピオン、フォーミュラ日本初年度のシリーズチャンピオンは、確実なんですけれども、おっと高木がスピンしましたね。これもヘアピンコーナーです。ここは先ほどのウォームアップの
時もそうだったんですが、レスピンしたところですね。そうですね、あのヘアピンの内側の芝生に乗ってしまうと大きく滑るんですね。はい、はい、ただ一人この高木虎之介のタイヤチョイスが違う、苦しい序盤でありますが、またスピンを消してしまいました。この高木虎之介もこの最終戦シリーズチャンピオンの可能性はありませんが、とにかくまあ自分としては納得の4番手からなんとか優勝を狙いたい高木ではありますが、序盤は苦しい苦しいここまでの戦いになっています。高木はね、はい、昨日まあ獅子奮迅の努力でねベスト6に、食い込みましたけれども、はい、やはり車の仕上がり具合がもう一歩で、優勝そのまま望める状態じゃなかったと思うんです、はい、ですから、人と違うタイヤチョイスで、天気が自分に味方してくれることを祈ってギャンブルに出たんですね。で今のところはまだ分かりませんよ、天気が雨が軽くなるのかどうか分からないけれども、はい、今のところはまだそれが裏目に出ている状態ですね、はい、さあこちらはオーバーテイクサイドバイサイド、これは金石とそしてペトロ・デラロサ1コーナーの進入です。まだ横に並んでいる、この辺りは滑りやすいところ、前に金石、後ろにペドロ・デラロサであります。さあこの6周目に入りまして、ファーストストラップ中野慎二が記録しています1分38秒502、その中野が今のところ服部に続く2番手をキープ、その差は6秒789あります。さあ本当に上位の方がいろいろ波乱がありまして、今のところトップは服部、2番手がこの中野慎二、3番手に高木虎之介、このトップ3と、ああ行っていた高木虎之介だ、3番手を走っていた高木虎之介、これはどうやら無理か、これはタイヤバリア手前、これはちょっと熊倉さん無理ですか。あーっとスモークが上がっている、まだマシンが降りない、今ステアリングをゆっくりと外しました。高木虎之介の最終が終わりました。まあ、これはあの煙じゃなくて湯気ですけれどもね、はい、まあ、でもここまでこのタイヤでこのポジションをキープしていたってことだけでですね、かなり大したものだと思いますけどね、はいはい、あ先ほどのヘアピンのところですが、もう一回同じところでやりましたね、マシンが宙に一度浮きました。あそこは縁石の高さが高いんでね、乗り上げると車が跳ねますね。そうですね、はい、で高木はですねやはりああいうコーナーへの進入で思い切り一気に向きを変えたいような、変えるようなドライビングスタイルが持ち味なんで、はい、車タイヤがグリップしないとハンドルを切ったまま真っ直ぐ行くか、あるいは巻き込みすぎて内側に飛び込んでしまうか、はい、どちらかの形になりますね。まさにそれが形に出てしまいましたね。それからね鈴木さんね、はい、今服部がトップ走ってます、中野が2位、はい、影山雅彦が3位と上位陣こう順当に走ってますよね、これ安心できません。と言いますと、星野に起きたクラッチトラブルがどの車にも起きる可能性が今あります。そうですか、はい、というのは、これも、オリジナルスタート直後オープニングラップの多重クラッシュ事故がその引き金なんですけれども、なるほど、はい、その事故がね、引き金になってスタートを2回やらなきゃならなかった、しかも雨なんで半クラッチを使う慎重なスタートを2回やるということでクラッチに相当負担かかってます。その結果がどっかで出る可能性がまだありますね。1回目のあの中断がこの2回目にも確実に影響してくるんですね。さあ大変なことになりました、ラルフ、そしてまたこの高木虎之介、この最終戦を大いに沸かせるドライバーたちがレース序盤で次々と姿を消しています。丸ごとコーンの香ばしさ、とんがって美味しい、ハウスとんがりコーン。とんがりコーン、丸ごとコーンの香ばしさ、とんがって美味しい、ハウスとんがりコーン。月曜夜7時は月曜日が待ち遠しい、次回のテーマは名古屋の水を10倍楽しむ方、名古屋の水って本当に美味しいの？東京大阪名古屋で飲み比べ大実験、水が命、こだわりの料理人が作る超おすすめ絶品料理も続々登場します。名古屋の水の源を求めて木曽川をさかのぼる日本ライン上り木曽川逆流の旅を決行、名古屋の水を徹底解剖いたします。お楽しみに。サムアンタッチトゥユやってコーナー、 Yeah butNormally, it's not right to drive this race because it's too dangerous. You can't see anything and all the time it's too wet. Actually, I span. See, Hatoi looks now in the moment as champion. Bad luck.
that not yet decided it because something happened in this kind of occasion. Maybe it happened, but I mean, anyway, in the moment I'm second in championship, and I think for the first year, for the first season, is anyway very good. Thank you. ラルフ・シューマッハがまさかのリタイア。これでトップはチームメイト服部直樹。初代チャンピオンは服部に大きく近づいた。しかし雨の富士、何が起こるかわからない。さあそして、今のところトップと2番手ばかり注目していましたが、3番手にどうやら金石勝友がファステストを叩き、出して、前を行っていた影山雅彦をかまして、金石が3番手に上昇です。いやー、熊倉さん、この金石も今のところ競争が一度もないだけに、この3番手進出期するものがあるでしょうね。いや、金石はね、はい、中野と同じくまだ1回も優勝したことがないけれども、優勝してちっともおかしくないドライバーだと私今年何回も言い続けてきたんですけれどもね、はい、というのは、かつてトップを走りながら、フィニッシュ直前でガス欠でリタイアとかね、そういう風に見舞われたこともあるぐらいで、もっと早く何回も優勝しててもおかしくないドライバーなんですよ。千秋さん、はいはい、金石なんですけどね、金石陣営からですね、フロントウィングが曲がってると、はい、先ほどそのラルフと接触した時にですね、フロントウィングが曲がってて 300R なんてかなり危ない状況じゃないかと、はい、このままうまくいっていけばもらえばいいけどなっていうことですね。そうですか。そういえば確かに先ほどラルフとのダンロップのところでの接触がありましたし、そうですね、あれはね、スピンしたラルフ・シューマッハと当たったんですね。はい、ちょっと不安な情報が入ってきました。さあコンマ459に迫ってきた中野慎二、今度の周回でもしかしますと何かが起こるのか。しかし依然この服部直樹が先頭、そしてこの中野慎二が背後からプレッシャーを大きくかけています。さあ10、これで6周を消化しようかというホームストレートに2台のマシンが見えてきました。さあこの服部直樹の水柱の向こうに中野慎二のマシンです。コントロールラインを今通過しました。この2台の激しい争い、コンマ404、その差はコンマ404。インに入って中野が仕掛けるか、いや一度待ちました。いや、中野のインに入ったのはいいんですけれども、はい、あちら側誰も通らないラインなんでね、タイヤの筋ができてませんよね、やっぱり水の膜が厚いんでね、相当走りにくくなりますね、はい、さあサントリーコーナー再び並びかけた。さあ中野が行くのか、サイドバイサイド、まだサイドバイサイド、中野か服部か、服部か中野か、コースアウト、中野慎二コースアウト。いや、まだ大丈夫です。いやまだ生きている。一度はコースアウト、ここで終わってはいけない。中野慎二戻って、その横を金石が通過していきました。いや、だから急がない方がいいって言ったんですけれどもね、前の車を抜くためにはあえてラインを外しますよね。はい、さあそして黒沢もどうやらステアリングを外した。黒沢拓也も1コーナーの入り口、黒沢がマシンを降りました。ラインを外すとやはり非常にそこに水がたくさんありますんでね、はい、難しくなりますね。そうですね、今のシーンです、はい、この2コーナーをカーブしてサントリーコーナーに入って、このサイドバイサイド、そのまま中野グラベルに突っ込んで、ただ今判断良かったですね。途中でブレーキ離して車の勢いを殺さないでですね、はい、勢いでグラベルベッドの向こう側まで行くようにしましたね。そうですね、あれ閉まったと思って強くブレーキ踏みますとそこで埋まってしまいますからね、すなわちそこで終わりと、はい、いうことになるわけですが、状況判断はよろしく、なんとか中野慎二はこのレース続行ということになります。しかしその状況の中でトップは服部直樹、そしてその横をすり抜けていった。ここで、金石勝友が2番手浮上、3番手に中野慎二ということになっています。18ラップを経過しました。もう今こうレースが重なれば重なるほど、1回目にハプニングがあった中にその後いいことがあるんですよねという熊倉さんの一言が私まだ頭に強く残ってるんですが、そうですね、あっと中野慎二にペナルティーです。中野慎二8番、そして黒旗、ペナルティーが中野に課せられます。このペナルティーは熊倉さん何考えられますでしょうか。どういう理由でしょうか。どっかで追い越しはしてないと思いますけれどもね、はい、
またその詳しい状況分かりましたら高橋さんに、ね、挙げてもらいましょう。上位優勝をもといういいポジションにいた中野慎二、ここでの10秒ペナルティ、中野にとっては大きな痛手。金石がかわして、さあ再び前を追撃という状況が見えた中野でありますが、無情にも黒旗、10秒のペナルティを課せられます。中野、木端追い越しですね。木端区間追い越しです。そうですか、木端追い越し。中野も、まあ、もちろん冷静に走ってはいるんでしょうけど、まあ、状況なかなか見えなかったんでしょうかね。いや、あのね、服部のすぐ後ろについている状態の中で起きたことじゃないかと思うんですがね、はあはあ、服部追いかける段階でね、はい、前の車の水しぶきで、はい、コースポストからの木端を見落とした可能性はありますね。なるほど、またも一度ならずも二度この中野に不幸が訪れました。さあそんな中、淡々とこのトップを守る服部直樹、今度は大将が金石勝友に代わって、その金石がぐんぐんとその差を縮めてまいりました。ちょうど先ほどの服部と中野の位置関係になってきましたね。そうですね、今度は金石がですね、こう焦らなければねいいような気がしますけどね。そうですね、はい、両方ともに、中野も29戦目で初の優勝を狙えば45戦目何としても表彰台、そして一番上に上がりたい、その気持ちはかなり大きいものがあります。金石勝友ファーストテストを叩き出しています。そしてまたこの段階、中野にハプニング発生、そしてこの服部を追うのはこの金石勝友に変わりました。さあペナルティー10秒、ピットに無情にも収まります。10秒ペナルティーは中野慎二、ここでのペナルティーは大きな痛手。その間に前行く2台はさらにその差を広げていこうかというところ。さあ中野、この10秒を跳ね返して何としても前を狙ってもらいたいところであります。さあ先ほど4秒25差があったこの服部と金石の差が1秒788と非常に縮まっている。これからがこの2人のバトルが見ものであります。さあ20ラップを終え、これから21ラップ目というこのコントロールライン通過、金石が目の前に服部を捉えました。さあ1コーナーへの進入、すぐに行くのか金石、インに入った金石ですが、しかしアウトからまだかわさせません服部。いや、まだねラインをイン側には取りましたけれども、はい、インに入ったというところまで行ってないですね、はあはあ、1車線か2車線あの後ろですからね、並ぶところまではどうしても行ってないですね。そうですか、はい、なぜ並べないかというと金石の取ったラインの方のブレーキが効かないんです。さあそして先ほどと中野が取ったポジションと同じ状況になってきました。服部の水柱がこの金石のマシンに包み覆うようにすぐ背後に服部の後方金石がつけています。何かここまで来ると金石にトラブルがなければいいんですけどね。そうですね、で服部は落ち着いてますね、はい、どのラインを通ってれば、相手を抑えられるかちゃんと読みながら無理せずに走ってますね。はい、まあ、やはりラルフのそして星野の情報も入っていますでしょうし、普段の中野、まあ、レースの前に言っていた、気楽な気持ちで優勝を取りに行きますよという気持ちの状態に今なってますでしょうかね。まあ、気楽とは言えないですけれどもね、こういう状況の中でこのフォーミュラ日本のレーシングカーをそこそこのペースで運転するだけで相当大変な作業ですからね、はい、全くグリップしませんからね。まもなく21周目を終えようとしています。再びホームストレートに戻ってきた。さあ早めに金石が仕掛けようとする。スリップストリームから、さあこの周回では何かが起きるのか。1コーナーへの進入が大いにものだ。インに入った、金石が行くか、アウトに服部、金石やや前に出た、金石前に出るか、服部で回るか、どうやら金石が行きそうだ。金石が前に行くか、まだ服部で回っている。しかし金石行った。22周目金石1コーナーでついに待望のトップに立ちました。やりましたね熊倉さん。今ね、前を走ってたラップ遅れの近藤正彦の存在が鍵になりましたね。服部が思い切ってそちら側のラインを取れない、右側ギリギリに金石が迫ってくる、はい、ちょっと最後少し早めにブレーキングせざるを得ない状態に、まあ、いわゆる接近詰めといいますか、はい、そういう状態に服部が追い込まれてしまいましたね。なるほど。さらにここからですね、服部がやっぱり無理しませんでした、はい、完走を意識して。
そのあたりはやはりまだ冷静な意識で服部は臨んでいるというのが今の姿に見えるというわけですね。それやはり両者の背負っている事情も違うでしょうね。服部はもちろん優勝したいですよ、はい、だけれども優勝よりも4位以内で、フィニッシュをまとめた方が今日は得策だという事情があります。金石は、チャンピオンシップ関係ありませんもはや、はい、とにかく今初の表彰台に向けて絶好のチャンスです、はい、そういう事情の差はやはりその走りに、どっか反映されますね。そうですね、はい。さあ、ラルフ・シューマッハがすでにリタイアしていますから、今持っている40ポイントは変わりません。そして星野もリタイア、31ポイント変わりません。今服部直樹は38ポイント、したがってラルフの40ポイントを超えるには3ポイント、すなわち、4位以上のランクを獲得すればシリーズチャンピオン決定ということになっているわけです。ただ心配なのは金石がこの後、今もちょっとふらつきましたけれども、はい、自ら、単独ミスを犯してコースアウトというようなことがなければいいんですけどね。そうですね、はい、非常に速い優れたドライバーなんだけれども、今まで予選決勝、いろんなところで、ミスをしちゃったというケースがままありましたんでね。それもあと1周2周というところでのシーンが多々ありましたからね。そうですね、まあ、それは本人も今意識しているだろうし、はい、ピットの方も一番気にしているところじゃないかと思いますね。逆にそういったことを意識しすぎてちょっと硬くならなければと金石に思っちゃうんですけどね。さあ、そういう気持ちもアグリオーナーも同じでしょう。このへの字の口、まだわかんないぞと、これからだぞというアグリオーナーのまだわからぬ不安げな様子が映し出されました。インセントプレゼンツ K-1 ヘラクレス96開催決定。特別先行電話予約の受付は10月27日日曜日午前10時から。ヘラクレスの称号を得るのは誰だ。すっきりと深い、真っ当にして繊細、こだわりの素材を丁寧な仕立てでいただく、マルちゃん風流仕立てでございます。時と遊んでしまう、そんなところがありました。若さ回遊バザール千鳥園。中島みゆきニューアルバムパラダイスカフェ。それでかすぎ。ちょっぴり大盛りデカめの一杯ちゃん。お待たせ。冬場の一杯ちゃん。インセントプレゼンツ K-1 ヘラクレス96開催決定。特別先行電話予約の受付は10月27日日曜日午前10時から。ヘラクレスの称号を得るのは誰だ。ここまでの放送は身近なマルチメディアをお届けする船井電機株式会社、塩野義製薬の提供でお送りしました。逆転王座を勝ち取るためには4位入賞が必要な服部、その2位走行中の服部に塩野義ノバの2台が迫る。しかし31周目フォンタナがスピンしてリタイア。これで1台となったデラロサが服部に最後の挑戦状を叩きつける。さあ、再び体勢を整え直して次にというペドロ・デラロサであります。再び接近してきました。38周目にかかっているこの前を行く3台です。服部はね、心配なのは抜かれることよりもね、この攻めと守りの中で接触事故が起きてね、自分のリタイアに追い込まれると元も子もないですからね。そうですね、今はそちらの方を心配した方がいいんじゃないかという気がするんですけどね。じゃあそのペドロ・デラルソンの仕掛けようによっては、まあ、そういった処置を施さなければと、まあ、あえて引いてもいいのではないかということですね。ここまで来ればね、はい、というのはもう今日の今までのペースから考えて、はい、とても優勝は望めないですから、2位でも3位でもとにかく安全な方法を選んだ方が、将来のためにはいいんじゃないかと思いますけどね。そうですね、さあ、それが頭の中で服部計算できるでしょうか。山脈アールを上がっていきます。さあ、そして
水柱の中でダンロップの入り口にかかるこの赤と黄色、それぞれ服部ペドロデラロサ再びぐっと縮まりました。さあ服部抜かせる気ないですね。そうですか、先ほどはワンミスを喫してオーバーテイクシングを外したこのペドロデラロサ、さあ今度はどうか。最終コーナーにかかる、今度が38周目を消化しようというところ、先ほどよりも接近しているか。ホームストレート立ち上がってきた2台、さあ後ろにつく服部、前後ろペドロデラロサ、しかし差が詰まらない。服部で回る、コントローライン通過、服部頑張った、ペドロデラロサを追う。さあ1コーナー進入どうか、どうやら服部前を行かせません。鈴木さん、はい、またですね、一時雨足がですねすごく弱まったんですけどね、強まってきましたね。そうですか、はい、最後の最後の最後まで、あペドロデラロサがサイドバイサイド、あ接触、服部グラベルに止まった、服部直樹頭を抱えた、なんたること39周目、どうやら復帰はなりません。この時点でなんとラルフ・シューマッハシリーズチャンピオンが決定、なんたる終わり、なんたる終幕。ヘルメットの向こうに服部の嘆きが見えるようであります。熊倉さん、これをね心配してたんですよ、特にね、まあ、こういったデラロサに大変失礼ですけれども、はい、デラロサ F3 時代から、割合レースの接触も多いドライバーなんですね、ですからあまり接近戦に持ち込まないで、離れていた方がとにかく今日は良かっただろうなと思ったんですけど ね、今のただし今の接触はデラロサに責任があるんではなくて、はい、服部の方のブレーキングミスから車が、まあ、よれてしまったと、はい、いうことだと思いますけどね。そうですね、はい、なんとも本当に残念な服部のリタイア、これによりましてラルフ・シューマッハのシリーズチャンピオン決定。この笑顔、本当に運命というのは、流れというものは分からないもの、最後まで分からないもの。先ほどまで沈んでいたラルフ・シューマッハのこの笑顔、そしてこのタイトルを持って来年は F1 進出というラルフ・シューマッハであります。いやー、これも雨から生み出された運命というものなんでしょうかね。熊倉さん、鈴木さん、はい、ライフです。ライフ、 anything happenYeah, I'm really happy. I mean, this was the luck what I needed and what I didn't expect. I'm really happy. I mean, I'm sorry for Arturi, but I'm more happy for me. So you're the champion and going to up to the Formula One. Yes, unbelievable year. I mean, nobody expected it. Now I'm champion with a Formula One contract. I mean, it was the best year whatever I had. Anyway, congratulations again. Thank you very much.まあ先ほどもですね、全てのこと何が起こるか分からないんじゃないかという話をしたんですけどね、はい、やはり、服部選手には悪いけど自分の方にこういう運がですね向いてきたと、そしてこれでチャンピオンで F1 に行けるということで、もちろんそのやはり F1 にですねステップアップする時のそのコントラクトにチャンピオンにというようなですねことも一文であったみたいですね、はい、その話ですね。そして今まさにお母さんかお兄さんか、今電話を国際電話を携帯電話で始めました。笑顔でした。まあそうですね。どういうパターン形に成り行きにせよですね、チャンピオンはチャンピオンですからね。ね、これは、立派なことですね。特に、このトップカテゴリー F3000、まあヨーロッパでいうところの F3000 ですね。挑戦初年度でしょう。ラルフ・シューマッハ去年の今頃は F3 に乗せたわけですからね、はい、でこれを1年間でチャンピオン取って、もうその次の年に F1 という、まあ、将来のスター性たっぷりの、まあ、出世街道ですね。でもったいないなと思うのは服部なんですけれども、もし今日、フォーミュラ日本のチャンピオンシップを取っておけば彼は、日本国内三大シリーズ三冠王の可能性があったんですよ。そうですね、はい、そういう大きな夢もあっただけに今の笑顔の電話のラルフ、そしてまだ雨の中佇む服部の気持ち、明暗分けました。この最終戦ラルフ・シューマッハシリーズチャンピオンを決めました。嘘つき、小さ
しさむちゃちゃちゃむちゃちゃちゃしさしさむちゃちゃちゃむちゃちゃちゃしさむちゃちゃむちゃちゃしそーしそとポテトでおいしそうしさむちゃ小池屋防水レンズのケアにまだたくさんの溶剤を使っているあなた、マイティア EGS ならこれ一本、こすり洗いもいらないし液は一瞬間使えます。すごい、あなたの防水レンズに。響き合うほどに優しく香り立つ有機栽培コーヒー OC から。リアリティのある情報が欲しいったって言うのは簡単だけど。はい、カラーザウルス、ホットな情報がリアルに伝わる。そっか、できるんだ。カラーザウルスシャープ。中島みゆき、ニューアルバム、パラダイスカフェ。サバイバルレースを勝ち抜いた近藤雅彦は現在6位、マッチ初入賞なるか。一方、金石勝人も最終戦で初優勝を飾るのか。残すはあと2周。待望の優勝目前ですね。いや、まだあと2周、あと2周。なんかちょっと来てますね。いや、ちょっとドキドキしてるから、ね。はい、言葉も少ないアグリオーナ、それはもちろんです。カットビ金石、ラスト 1,2 周でいろんなことをしでかしております。今回は、今回ばかりは何としても完走を果たしてほしい。周囲の、まあ金石がいい人間なだけに期待する人間は非常に多い。それだけ人情味のある金石勝人も、もちろんアグリオーナーはまず人一倍金石なんとか完走してくれと思いは人一倍あるでしょう。あと1周半ぐらいになりました。うわー、この瞳は何も言わなくてもわかります。いや、それからね、誰より喜んでるのはね、はい、アグリオーナーもそうですけれども、田中宏夢監督だと思いますね。そうですね、今まで本当に手塩にかけてね、大事に大事に、時にはね、厳しく叱りながら育ててきたドライバーですからね。そうですね、はい、さあ、そのみんなの熱い熱い愛情に包まれて、金石勝人もいろんなことがありました。そして今ダンロップに入っていく、この周回が終わればいよいよファイナルラップ、まあ、あと1周ということですが、金石が超えなくてはいけない大きな1周です。後方のペドロ・デラロサは遥か32秒後方。もちろん何かハプニングがなければ間違いない初優勝は絶対です。さあ、ホームストレート、金石の姿が見えました。煙った中で白とブルーの鮮やかな船井スーパーアグリ、55番金石勝人もコントロールラインを通過して、いよいよ待望のファイナルラップ、トップで通過していきました。さあ、1コーナーを大事に行くんだ。落ち着いて金石1コーナーに入る。なんとか何かこう、今金石の心情を考えると、今金石どういった気持ちで走ってるんでしょうね。もう何も言えませんね、私は。さあ、これです、頑張れ金石、これがお父さんお母さん、小さなお子さんもこの日の丸に頑張れ金石、これを一生懸命に振っていました。その温かさがきっと金石も走っている間中分かっていたことでしょう。いや、頑張れって言われてもね、はい、スポーツ選手は最初から頑張ってるわけですよね、だけど金石の場合には本当に頑張れって言いたくなりますね。そうなんですよね、本当に素晴らしいキャラクター、本当に人懐っこく、そして頑張る男。結果はつながりませんでしたが、ついにこの雨の中、波乱の最終戦45戦目、この金石勝人のビッグタイトルを取ろうとしています。いや、これほどのコンディションの中でね、このレースをやってのけてみせたっていうことは立派ですよ、はい、来年金石がまたさらに成長することは間違いないでしょうね。はい、このままチェッカーを受ければね、彼はこれでね、繰り返し勝つようになりますね。そうですね、はい、来年へ弾みをつける金石勝人も、さあ、ダンロップを通過して最終コーナー、これからホームストレートに上がってくる金石勝人が大きく見える。さあ、大観衆が、そして頑張れ金石の旗が見えてくるのか。いよいよ何もないぞ、金石勝人も45戦目、嬉しい嬉しい、初勝利、金石おめでとう、ガッツポーズ、金石やりました。最終戦、金石がハンデを追いながら見事に金石勝人も初優勝。
よくやりました。今ちょっと恥ずかしげながら小さなガッツポーズ、あーこれです、小さなお子さんのこの旗です。やりました、ついに金石やりました。ヘルメットの後の笑顔に大きな期待を持ちましょう。さあそしてこの人も表彰台初になります、ペドロ・デラロサが今コントロールラインを通過しました。初の表彰台です。さあそしてその後方には影山雅彦が、これも復活になりました。3位表彰台を今決めました。そしていろいろなハプニングがありましたが、この影山雅彦の後方には8番中野真嗣がついている。あーこの影山雅彦も嬉しいでしょう。よくやりました、頑張りました。それぞれがそれぞれの思いを込めて最終戦に挑んできました。もちろん3人のチャンピオン争いはそれぞれリタイアを期しましたが、その他の主役が立派に主役を務め上げました。金石勝友、本当におめでとう。これ金石のお子さんです。いやまだ本当に何が起こったか分かっていないでしょうが、この優勝はこの小さなお子さん、金石のお子さんに捧げるものと思われます。金石、この金石に一言ください。いやちょっとね、私も今ね目頭が熱くなりましたね。本当に顔色が変わってます。うん、いやもう昔からね彼を知ってるだけに、FJ1600 底辺フォーミュラの頃にですね、彼はね自分のカウルにね、俺はフォーミュラ1ドライバーになるって書いて走ってたんですよ。その頃からねずっと彼道続けてきましたんでね、はい、なんかこう、一つのね彼にとってもそれでまあ私にとってもね、こう心の節目を通り過ぎた気がしますね。奥さんが涙ぐんでいます。長い長い長いトンネルを抜けました。金石55番45戦目、本当に本当におめでとう。金石初優勝になりました。初優勝を果たしました金石選手です。おめでとうありがとうございます。長かったですね。まあはい次郎さんのヒゲだけ剃れることはものすごく嬉しくと思ってます中盤からですね、かなりいいペースで来て、そのスピン2回ぐらいしてるんですよね100R でもね、 100R でも出てきてから1回したのかな、これは終わったと思ったらね、なんとか良かったんですけどね。初優勝の実感は？表彰台が初優勝ってかっこいいですね。でも長かったからかっこ悪いですね上がりようなもうるうる来てましたよ。本当ですか？本当に今年はねすごく田中監督とか、まあ、アグリさんとかすごく僕によくしてくれたんですごく良かったです。最後に恩返しできてまだまだ足りませんけど。そのアグリオーナーです、おめでとうございます。あどうもどうもありがとう。いや勝ちたい勝ちたい、でも一つや二つ勝てるっていうですね、シーズン最初からこのラインナップでいけば勝てるというふうに自信を持ってました。いやドライバーやってる方が10倍楽だいやもう見てたらもう胃が痛くなっちゃって、もうスピンしてくれるしね2回やったっていやもうヘアピン の 100R 出口でスピンした時、ああダメだとかと思って、やっぱり金石君だとかと思ったんだけど最後頑張ってくれたんでどうもありがとう。今喜びに沸く金石選手、そしてアグリオーナー、そして今大切な我が子を胸に抱きました。最高の笑顔を見せています。いやいや瞳は赤くなっているような気もいたします。45戦目苦労人金石勝友、素晴らしい初優勝です。この笑顔です。初優勝に涙はありません金石勝友、その代わりに 100% の笑顔が見えました。そして泣きたいほど嬉しいこの金石は、奥さんが代わりに 200% の涙を流してくれました。熊倉さん、はい、本当にいろいろありましたが素晴らしい素晴らしい最終戦でした。そうですね、特に金石がね、この混乱した状況の中でトップに立ってからも守りに入らないで、はい、ちゃんと攻めてですね、きちっとしたドライビング見せてくれましたね。さすがでしたね、はいはい、そしてそれぞれ入賞したドライバーも本当に新鮮な顔ぶれが揃いました。今年苦労してきたペダロ・デラロサ、それから影山雅彦、最後にやっと結果を出すことができてね、見てる方もほっとしましたよね。そうですね、はい、まあいろいろなハプニングの中でどんな状況になっていくのかと最後を見てみると、このような最高な笑顔を見ることができました。そして忘れてはいけないのは近藤雅彦初入賞ということもお伝えしておかなければなりません。最終戦素晴らしい幕切れとなりました。
さあ最終戦の表彰式に続いてシリーズチャンピオンの表彰式に変わりました。全く第9戦のその順位が変わらぬまま、この最終戦いずれもリタイアというそれぞれの気持ちが複雑な表情ながら3人が表彰台に立ちました。熊倉さん、はい、まあ、今シーズンを振り返って、まあ、3人が主役ということになったんですけども、まずこのラルクシューマッハの1年どうでしたか？いや本当にこう初のカテゴリー進出、しかも、まあ自分の故郷から遠い東洋の島国にね、アパートを借りて住んで、よくやりましたよね。そういう生活環境の違いなども考えると本当に立派だったと思いますね。はい、はい、そして残念な残念な結果になった服部も最後の最後まで頑張りました。シリーズ2位に終わった服部、それから3位の星野、これ両方とも非常に残念な結果になりましたけれどもね、できる限りのことを今日もやってくれましたよね。あの星野は昨日のスーパー予選、立派なものでしたし、服部も今日、まあ、最後はね本当に、残念なんだけれども、そこまでね本当にこうよくこの困難な状況の中でね踏みとどまって、しかも、最初のスタート直後の事故を乗り越えてね、よくやったと思いますね。そうですね、はい、まあ、本当に新生フォーミュラ日本としてのこの1年、この3人が本当に本当に大いなる盛り上げを見せてくれたことは間違いないですね。そうですね、他にも、まあ、このポイント圏外に去りましたけれども、高木虎之介、中野真嗣といった、有望な若手たちがねそれぞれいいところを見せてくれましたんでね、これは非常に収穫の大きい1年だったと思いますね。そうですね、はい、今トップに立っているこのラルク・シューマッハは来年 F1 に旅立ちます。そして来年新しい力がこのフォーミュラ日本に加わります。2年目のフォーミュラ日本、非常に大きな期待を持って迎えたいと思います。笑顔の3人、シリーズチャンピオン、そして表彰台の3人、おめでとう。まあ、本当にいいレースだったし、もうどんなことがあっても6位は6位だから、もう本当に胸を張って俺は6位だって言えるようなそんなレースでしたね。ただ本当にうちのチームがね、まあ、今回もラルフとね2台どっちが勝ってもね、どっちかがやっぱ負けちゃうとねこうなっちゃうなっていうのはもちろん自分分かってたし、ね、だからそういう意味じゃもう負けて勝っても負けて もう自分にとっちゃすぐ吹っ切っちゃおうと思ってたもんで、まあ今もう OK、 ただ自分のミスっていうのはねすごい悔しいから、まだ卒業できないな、クソって感じまあ1年終わって、まあ、前にも言ったように結果はねどうこうあれ、もう自分は思いっきりできたんだ。10年くらい前の感じの自分でもう目いっぱい行くと、あとはもう結果は目いっぱいやってたらなんかいい方向に向くんじゃないかと、まあ、そのトラブルがどうのこうの、もう今はもうこれがレースだからね、だから久々に自分では今年一番乗れてたんじゃないかな、Yeah!